この防災訓練は関係機関の連携強化を図ろうと実施されているもので、今回は九州各県の緊急消防援助隊も参加しました。訓練では与那原町上浜を震源とするマグニチュード 6.5 の地震が発生し、各地で津波による被害も確認されたとの想定で進められました。参加者は車両に閉じ込められた人の救助や倒壊した家屋の探索など実践さながらの訓練に真剣な様子で取り組んでいました。また救護所では搬送された負傷者の症状を見極め、治療の優先順位をつけるトリアージなどが行われ、関係機関が手順を確認していました。